はい、どうもこんにちは、まさやんです。本日もドラクエ 11S 続きやっていきたいと思います。で、3回目のね、ご登場でございます。いい加減ね、ストーリーを進めないと先に進めませんよということで、あれセイドンさんね、いきなり戻ってきたらなんか謎のあれが増えてましたね。クエスト手紙がつなぐもん、まあまあできんことはないんだが、なんか覚えた、お、わかった。アクセサリーを、これか。叩く、特技、二倍口。あ、大成功じゃないのか。パパ、まあ、まあ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 。よし、覚えた武器を作ったらいいけど。これ作ってな、うまくいきゃいいんだけどな。とりあえずこれを作っとくか。あのラインを超えていかんのか、確か。ウロコンだって1やった。下手くそやだな。ただまあまあ、いいかなと。で、あの楽器に話しかけたらなんかあるんですよ。ウェイのリーヌ。いいな、こいつだ。あー、そうよ。あ、違う、こいつじゃないな。あー、違った。ふざけんなよ。乗っ取られた。へへへじゃねえよ。へへへじゃねえんだよ。マジで。ふざけんなよ、マジで。へへへじゃないんだよ。なんて嘘だよ、じゃない。これがね、とりあえず鍵がかかってるっていうのよくわかりましたね、あれで。
ミスターハンジ聞いたことあるな。ミスターハン、ミスターハン、なんか聞いたな。なんかあるな。これイベントだな多分。そう実。この言い方するってことだよ。お、なんだなんだ。さて。そんなんあったんやろお前。初めて知ったなそれは。で、村長はどこだ。あ、ドックに行かなあかんってことか。ドックに行くべきなのか、村長に行くべきなのか。あ、どっちなのな。なんだこいつは。もう聞いて、この男の子が意地悪して私をドックに入れてくれないのよ。違います。もうすぐ町でコンテストが開かれるので、今ドックは閉鎖中なんです。ここまで来てなんだそりゃ。つまりそのコンテストとやらが終わるまでここは開けられないってことか。はい、申し訳ありません。海の男コンテストはこの町にとってとても大事な伝統行事でして。海の男コンテストですって。何その乙女心を。海のなのでこの時期になると。ほう、やだ、なんだ。そうそう、ベロニカちゃんとセニャちゃん、まだ時間がある。み、海の男コンテストには興味な。ね、おい、ね、ちょっと待てよ。うん、神様ごめんなさい、私甘いものには目がないんです。みんなそんなばっかりかよ。スイーツ買い物ごっこ。まったくな。俺、それはもちろん、どんな相手でも優しくせし、よし。こいつか。村長はどこになったかな。あれか、村長の家。この裏手だからこれか。ん、どれだ。かかっていると、これか。ここが町長。村長なんか町長なんかよくわからんな。あ、そうか、町だから町なのか。町長だ。はい、いらっしゃいませ。どちら様。お腹悪そうなあれやな。あんたがラハリオさん。
ええ、わた…ふぅ、あんたたちと話すこと…お、え、おい…なんだよ…というか、あの蝶々…ん、あ、お二人、実はちょっと困ったこと…まったく、あの…おちびちゃんがね、うん、ちょっと返しなさいよ、私の杖。あんたみたいな子供がこのベロニカ様の杖を使おうなんて100年早いわよ。お前だってガキじゃねえか、ちょっと借りるだけだって言ってるだろ。なあ、こいつは何があったんだ。道を歩いていたら、いきなりあの男の子がお姉様の杖をひったくって、やっと、ほらよ、もう盗まれたりすんじゃねえぞ。お、ねえ、あんた、私の杖を盗んでどうするつもりだったの？売っても大した値にはならないわよ。なんだお前。あー、もうしょうがねえな。いや、ヒム、俺が説明するから無理すんな。俺はラットで、こいつはダチのヤヒム。こいつはこの町の町長、ラハディオさんの一人息子なんだ。こいつとはよく一緒に遊んでたんだけど、数日前に声が出なくなっちまって、何があったのか聞いてもわからなくてさ。それで魔法使いの杖でも使えば、魔法の力でこいつの喉を治してやれるかもしれないと思ったんだよ。そういう事情ならしょうがないか。それより声が出なくなったっていうヤヒムって子の方が放っておけないわね。どうやら喉にとても強力な呪いがかかってるようですわ。一体誰がこんなひどいことを。悪人だな。さえずりの蜜という魔法の蜜があれば呪いは解けると思いますが、それを作るには清き泉に湧く神聖な水が必要ですわ。どっかありましたね。清き泉の水、そいつが手に入ればヤヒムを助けられるのか。それなら俺聞いたことあるよ。この町から西の方に川を遡っていくと、霊水の洞窟ってところがあってさ、奥にすっごく綺麗な泉があるらしいぜ。さっき行きましたけどね。お兄ちゃん、お姉ちゃん、俺とヤヒムは小さい時からずっと兄弟みたいに仲良くしてきたんだ。泥棒をしておいてなんだけどさ、喋れないこいつからの頼みだと思ってヤヒムの声を取り戻してやってくれないか。子供か、頼みはお願いしこ。ありがとう、お兄ちゃん、お姉ちゃん。西の洞窟にある清き泉の水でさえずりの蜜を作って持ってきてくれよな。はい、ファイトよ。どこに行くんだよ。あのさ、はい、でね、ここ行きました。で、どこ行くんでしょう。ここ行きます。なぜ知っているかって、ストーリーが分かっているからです。ただアイテムをゲットできないと。残念ながらね、ゲットできないんですよ。レースの洞窟にね、やってまいりました。先ほど私一回ちょっとクリアしてるというか撮ってるんでね。倒したらどうなってるよね。やっぱりいない。やっぱりいない。やっぱり
あのね、あの、そうね、あ、本来いるんですけどね、ここに倒しちゃってますよ。ここの水ならきっと最高級のさえずりの蜜が作れますわね。できましたわ。さあ早くダーハルーネの町に戻ってあの子に渡してあげましょう。ほんで無事ね、ダーハルーネに戻ると。あ、ここで仲間の会話できないような、なんで。ヤヒムちゃんの顔も見、その代わりあなた、めんどくさい仕事は全部男ま。お、さっきベロリンマンみたいなのおったけどな。こいつベロリンマンだよ、私が。はい、もう長いんでね。こちらのお兄さんたち、お二人ともサラサラツンツンと、そんなに男前なのに剣舞。おいおい、おっさん。出たね。あの男は怪しくないか。逃亡者は人混みに紛れるも、このコンテストを利用し貴様を炙り出そうと画策していたが、その必要はなかったような。コメロス、まさか人目もはばからず堂々とコンテスト会場にやってくるとはな。奴のあの鎧、まさか。聞きたまえ、ダーハルーネの民よ。私はデルカダール王の右腕、軍師ホメロス。そしてあの者こそ悪魔の子、ユグノア王国を滅ぼした災いを呼ぶ者だ。逃げるぞ。出たな。忌まわしき悪魔の子よ、おとなしく我が手中に落ちるがいい。おいおい、マジか。出る方ある兵が現れた。よし、
そりゃ大丈夫か。これ負けるんやったかな。あ、負けていいやつかこれ。くそ、いくら倒してもキリがねえ。無駄なあがきはやめるんだな。さあおとなしく待ちなさいやいや、一緒私の仲間に追い出する子はお仕置きよ。いや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 、お仕置きよ。おい、なんだあいつらは。警備の者たちは何をやっている。一人おかしいしな、確かに。ほらほら、さっさとどかないと火傷するわよ。まだ仲間がいたとはな。さっさと取り押さえろ。さあお二人ともこちらにお逃げください。神様。俺のことは構うんじゃない。お前だけでも逃げるんだ。神や。いや目立つやろ。目立つやろ。ここまで来ればもう大丈夫よ。みんな怪我がないみたいでよかったわ。でも大丈夫よ。それにしてもわけわかんないわ。この方はデルカダール王国のシルビア様にはいずれ。いやね、シルビ。そんなこと。町の中は兵士ちゃん。まずは町の真ん中にある王宮。船長の家。全員ガンガン行こうぜ。シルビアずっと動いてね、軸移動みたいな感じで。
暴走したか。ここじゃね。あ、ここじゃね。これはどうやって行くんだろうな。こっちへ行かれんな。よし、あ、惜しかった、見てなかった、うん、強くなれたみたいです。あ、ここ取れんかった。ここ取れんかった。やるわよ。よっしゃ、行くぜ。悪魔の子よ、町のどこかに潜んでいることなど私には分かっている。
早く出てこなければこの者の命私がもらい受けるぞ。あの軍人ちゃんってば。そうだわ、ここから飛び降りて町の水路沿いにあるゴンドラ。助けるぜ、神よ。メロス将軍が まだ見つからないのか、役立たず。チャンスよ、今の。貴様らちょろちょろと目ざ我が手中に落ちよ。すげえずらだ。無駄だ、無力と知れ。熱いわよ。すげえ。難しい。参りましょう。口よ。それで取った。魔力よ。せーの。この虫けらが。無力と知れ。クソ、死んだ。熱いわよ。口よ。よし。
そーら出戦魔法塔先に小指で回復して死んだ。ゲームオーバーだった。くそ、これな。強いんだよな、こいつが。強いんですよね。またここからですか。ギリギリなんですよね、ほんと。教会は使えるんだろうか。しかし思ったよ。
おめ、これ入れるのこれ。もうちょいレベル上げるやったかなって、ここ毎回詰まるんですよね。セーブしときましょう。お、なんかあった。そうそう、切れそうな感じするんですよね。どこ行ったかな、なんか。あれは何してんだろうね、一体。すごい気になるけど。神が離脱すんだってな。そう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 、忘れとった。はい、同じ光景をまた飛ばしますと。変なとこに宝箱があったな、今。作戦命令させろで。強いね、一発が強い。はい、我が衆に落ちよ。これなあ、これが効けば一番いいんだよね。よしよし、これでこれが効けばな。もうやめ。無力と知れ。くっそ。よし。あ、恥ずかしいわ。とりあえず主人公にすっから。魔法塔、この虫キャラが。そんな、早かった、全滅が早かった。いやいや、もうすでにもうこの時点でアウトやろ。
死ねえ。口よ。やめてくれ。無力と知る。恥ずかしい。なぜなら、なぜなら。くそ。くそ。くっそ。くちよ。死ねえこら。下がれ。よし。ヒャド無駄だ。クソ。なぜ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 。せーの、それ。口を慎め。無い。この虫けらが。無ないぞ。死ね。無力と知れ。無い。死んだ死んだ、いや死んだよ。もう何回この展開見ながらね。いやもう死んじゃいかんがな。死んだらいかんがな。とかすぐよ。なんてこった。もうレベルが上がらねえってことかもしれない。間違ったね。熱いわよ。
こっちかこっちか、あ、こっちだこっちだ、もう分からないけど全然、うわー勝てないっていうね。何回この展開を見ながらのが強いんだよね、あいつ何回も詰まったから。そう、俺が詰まるポイントの一つなんだよね、あそこ。いい展開まで来たんですけどね。ああ、そうか、片手剣。片手剣でこいつ何を持ってたんだろうか。これでちょっとは違うかな。我が手中に落ちよ。もう貴様ら、これでどう。下がれ。よし、これでよし。懐かしいわ。なしやねん。くっそ、なしやいきなり。癒しの光や。なんしろや。それ。この虫けらが。これが聞けばな、えらいよかったんけど。燃えなさい。自然せい。魔法塔。お助けします。危ない。かかれ。よし。よし。無力と知れ。クッキーだ。ベロニカお姉様、ありがとう。これくれ。
はい。くそ。口よ。あらしゃがった。癒しの光よ。ありがとう。氷の刃よ。よし。無駄だ。くそ。こいつ危ねえな。お助けします。早く仕留めないと。ゾーンに入るぜ。魔法塔。忙しくなる前に倒しとかんと。勝負はここからよ。この虫けらが。うらい。よし。もうやね。なぜだ、なぜだ。お、来たぞ来たぞ。ここからですわ。無力と知る。クソ。死ね。危ない。負けないわよ。おっしゃ、倒した。よし。やっと倒した。いい感じ。ふう、疲れましたね。火炎斬りが暴走しました。神様。悪魔のことその一味。ああ私を倒しても みんな安心して、もう大丈夫よ。お、来たのか。アデュー。フフフフ。